阪神、佐藤輝明、のでワースト2体の52打席連続無安打 j e r ーセリーグ。阪神、広島、28日、甲子園。阪神の佐藤輝明内野手が野手ワースト2体の52打席連続無安打を記録した。新人単独ワーストも更新。2点を追う5回。 先頭の佐藤明は、二ボールイストライクから、床田の内角低め144キロツーシームを一塁へ引っ張ったが、坂倉に補給され一頃に倒れた。8月22日の中日戦、バンテリンリーから続いていた連続無安打記録は、52打席に伸びた。野手では1959年、河合安彦、西鉄の52打席に並び、の手ワーストに位タとなった。 野手の最長は1993年、東部、オリックスの53打席、佐藤明はこの日、1打席目は見逃し三振に倒れた。